田無美彦と村井真由美のお料理しましょう。はい、皆様いかがお過ごしですか。今日はおやつ、ね、そうです、うん、お家にね、たまたま、オートミールとチョコチップ、うん、チョコチップがなんか大量に残ってたのよね。残ってたから、それを使ったクッキーを作っていきたいと思います。はい、はい、簡単なのよね。簡単、うん、こねたりとか、こう冷やしておいてとかいう手間がないから、ね、とても簡単で、はい、サクサクっと召し上がっていただけると思います。で、今日は小麦粉の代わりに、そうそう、米粉を使ってみようかなと思って、グルテンフリーでね、はい、はい、やってみましょう。はい、それではスタート。粉を1カップ入れていきます、まあ、これは本当に小麦粉でも大丈夫です。ベーキングパウダ ベーキングパウダーを小さじ2分の1入れます。振ります。バターは今これ電子レンジで600ワットで40秒ほど柔らかくしました。これをここに卵とお砂糖を混ぜていきます。グラニュー糖です。ここで卵とバターが割と分離しやすいので、よく混ざったんです。はい、ありました。ここにバニラエッセンス。こんな状態です。ここに、はい、さっきふるった小麦粉カップ1杯とベーキングパウダー小さじ1、お塩も入ります。チョコチップ、はい、はい、こういうとこね、ここにくっついたのがね、混ざっていないと困るので、一回ちゃんとこうやって手で落としましょう。ぐらいすくって、でこれ結構大きく膨らむっていうか、大きくなるので間隔を空けてスプーンで落としていきます。このぐらいの間隔で、チョコレートが均等に入るようにちょっと注意しながら、こんな感じで並べました。そしたらこれを170度のオーブンに入れて焼いていきます。わー、いい色に焼けました。約170度で20分焼きました。途中でこれ2段にする場合は上下を変えましたけど。小麦粉でやる場合も少し短くてもいいかもしれないよね。そうだね。うん、はい。
き上がったら、こういう網などに乗せて、冷めるまで待ちます。久しぶりに作るじゃない、うん、だからなんかワクワクする。どうやってできるかしら、ね、これあのほら私たちが被災地に歌声喫茶で行った時にお土産にここのうちにメンバーみんな集まってこのクッキーとあとピーナッツバターで作るクッキーと、うん、マドレーヌとか、あのね、なんかクリスピーみたいな、あのキャラメルも作ったね。あ、キャラメル作った。あ、ピーナッツの、 あのトフィーみたいな。あ、そういうの作った。なんか忘れちゃった。なんかね、もう 7,8 年前だもんね。そうだ ね、その頃本当に全部で、袋詰めした数が1000個ぐらい、うん、そんなに。だって段ボール5つぐらい作っていったんですよね。その中にこれもすごくいっぺんにたくさん焼けるっていうのを作ったので、今日の作った量はこの大きさのクッキーが44、5枚できました。だからもしかしたらあの、ね、量は半分の量で作ってもいいかもしれないです。ちょっと今日は多いね。でもちゃんとこうあの密封できるあの缶とか、うん、タパウヤみたいなの入れとけば日持ちもするので大丈夫だと思います。はい、食べてみましょう。いただきます。あ、これね、ちなみにね、こっちがママが作ったやつで、こっちが私が作ったやつ。そうそうそう、山を作らないです、ね、そうそう、形が変わった、好きなように。いただきます。うん、軽い感じで、うん、うん、サクサクで懐かしい、思い出した、うん、美味しいです。なんか小麦粉で作った時はもっと、うん、ペタッとしてた。うん。重たい感じ。重たい感じだったけど、こっちの方がなんかスラスラしてる。そう。初めてなんです。実は米粉で作るの。実験的にやってみたんですけど、美味しい。うんうんうん。うん。うん、いいかも。ね。いっぱい食べたいの。これ作るな今日。バターもいっぱい入ってるからね。うん、うん、さあ、皆さん本当に素敵なあの一日をお過ごしくださいますように。はい、こういうのたまに暇なくちゃなんか作らないからね。ね、今お家にねいなきゃいけない方が多いと思うので、ぜひぜひこの機会に作ってみてください。はい、では今日も最後までありがとうございました。じゃあまたー。